残る命、散る命。ユニウス7が地球に落下し、甚大な被害が出た。ナチュラルとの協調を望まぬ一部のコーディネーターが引き起こしたテロリズムであった。これを機にコーディネーター排斥を唱えるブルーコスモスは世論を巧みに誘導し、ついに地球連合はプラントへ宣戦布告を行う。その動きに同調したオーブは元首カガリの不在のまま中立を曲げ、連合参加を決定してしまっていた。折しもミネルヴァはカガリを乗せオーブに到着。そこでシンはオーブに身を隠していたキラ・ヤマトとラクス・クラインにそうとは知らず出会う。せっかく花が咲いたのに波をかぶったからまた枯れちゃうね。ごまかせないってことかも。いくら綺麗に花が咲いても人はまた吹き飛ばす。キラたちと同じくオーブに身を寄せていたマリュー・ラミアスの警告で、危機を察したミネルヴァは急ぎオーブを離れるが、地球連合軍の待ち伏せを受けた。再び戦乱に向かう世界、その中でアスランとキラも戦場へ戻る決意をしていた。アスランはザフトに服隊し、キラはアークエンジェルで独自の行動をとる。連合への参加を推し進めるオーブの中で、一人居場所をなくしていくカガリ。キラは強引にアークエンジェルへと連れ出す。アスランも合流したミネルヴァはユーラシア西部を転戦。活躍の報奨としてひとときの休暇を得たシンはステラという不思議な少女と出会う。死に極端に怯えるステラは急に発作を起こして暴れ出す。自分と同じ戦争の傷跡を見たシンはステラを思わず強く抱きしめた。大丈夫だ、君は死なない。大丈夫、俺がちゃんと守るから。しかしステラはファントムペインの一人、ガイアガンダムのパイロットだった。何も知らないシンは必ずまた会いに行くと約束してステラと別れる。ミネルヴァの活躍に押された地球連合軍は巻き返しを図り増援を派遣する。その部隊には連合に参加したオーブ軍が選ばれた。どこまでいい加減で身勝手なんだ。敵に回るって言うんなら今度は俺が滅ぼしてやる。ミネルヴァとオーブ軍の間で戦端が開かれる。ミネルヴァ艦長タリア・グラリスは主砲タンホイザーで一気にオーブ艦隊をなぎ払おうとするが、一気になぎ払う。取り舵30、タンホイザー起動。なんだ、どこから。あ、フリーダム、キラ。私はオーブ連合首長国代表カガリ・ユラ・アンスハ。カガリ、オーブ軍直ちに戦闘を停止せよ。軍を引け。ミネルヴァとオーブ軍の戦闘に突如乱入したキラの乗るフリーダムガンダムとアークエンジェル。
軍を引くようカガリは必死にオーブ軍に呼びかけるが、その行為は混乱に拍車をかけるだけに終わり、多大な犠牲を出して海戦は一時中断した。アスランはキラと直接会い、その行いを責めるが、プラントにも不信感を持つキラはあくまで独自の行動を取ろうとする。地球軍が今ここで何をしているかお前だって知ってるだろ。それはやめさせなくちゃならないんだ。でもアスラン、それでも僕たちはオーブを撃たせたくないんだ。キラ、本当はオーブだけじゃない。戦って撃たれて失ったものはもう二度と戻らないから。自分だけ分かったような綺麗事を言うな。お前の手だってすでに何人もの命を奪っているんだぞ。うん、知ってる。だからもう本当に嫌なんだ。こんなことは撃ちたくない。撃たせないで。同じ頃、シンとレイは廃棄された地球連合の研究所の調査に向かい、子供を対象にした非人道的な人体実験が行われていたことを発見する。この研究所はステラたちファントムペインのメンバーに関わりの深い施設だった。コーディネーターは自然に逆らった、間違った存在とか言っておきながら、自分たちはこれかよ。遺伝子偉人のは間違ってて、これはありなのか。一体何なんだブルーコスモスってのは。一方ネオはミネルヴァを必ず沈めるよう厳命を受けていた。地球連合軍を率いミネルヴァに総攻撃を仕掛ける。領海より離脱します。ミネルヴァ前進、モビルスーツは迎撃準備。オーブって言ったって今はもう地球軍なんだ。それなら俺が。君は本当はオーブが好きだったんじゃないのか。だから頭に来るんだ。違いますよ、そんなの。油断しないで、地球軍もいつ仕掛けてくるかわからないわ。ラボにサフトがあって、ネオが死んじゃうわ。ダメ、ラボのみんな守る。展開させろ。あと一息だ。今日こそ落とすぞ。まずいわ。退路を完全に断って挟むつもりね。変身も無理となると突破するしか。シー、ミネルヴァ任せろ。お前は敵のモビルスーツを落とせ。これ以上やらせないわよ。ダイヤのパイロット、まさかステラ。大丈夫、もう
う大丈夫だから、君のことは俺がちゃんと守るって。こいつ、オーブ軍、直ちに戦闘を停止せよ。軍を引け。どうしたのアスラン、シンは？わかりません。ですが敵のパイロットを収容したようです。オーブはこんな戦いをしてはいけない。これでは何も守れはしない。しまった、装甲が。地球軍の言いなりになるな。オーブの理念を思い出せ。それなくして何のための文化。あいつらまた、なんであんたはそんな綺麗事を。いつまでも、こいつ、やめろ。あの船を撃つ理由がオーブのどこにある。撃ってはならない。自身の敵ではないものをオーブは撃ってはならない。お前ら、こちらに敵対する意思はなくとも、本艦はあの船によって被害を被った。以後敵艦として対応する。下がれキラ、お前の力をただ戦場を混乱させるだけだ。アスラ、どうして君は。なんだよ、動け。仕掛けてきているのは地球軍だ。じゃあお前たちはミネルヴァに沈めというのか。わかるけど、君の言うこともわかるけど。だから戻れと言った。撃ちたくないと言いながら、なんだお前は。でもカガリは今泣いているんだ。なぜ君はそれがわからない。すべてオーブとカガリのせいだって、そう言って君は撃つのか。引きだ。もらったぜてめえら。いい加減に飽きてんだよその顔。今度こそ落とす。この僕をやろうって、なめんなよ。こら、負けるか。こいつ、こいつ、こいつ、残りの敵を食い止める。これ以上ミネルヴァを傷つけられてたまるか。分かった、俺とルナマリアで脱出の突破口を開く。なんで落とせないんだよ、あれは。
いてしまう。次こそは止めないと。真の奮闘でオーブ軍は壊滅。インパルスガンダムが切り捨てた艦艇には真の恩人の姿もあったが、真がそれを知るはずもなかった。アークエンジェルも離脱し、ミネルヴァは危機を脱した。しかしミネルヴァが受けた損害も大きく、ルナマリアやアスランも負傷していた。こんなとこで落ち込んでたんですか。のんきなもんですね。ルナが心配してましたよ。どうしてるかって。自分もやられて怪我してるくせに。シン、そうやって偉そうな顔したって何もできなきゃ同じです。なんだと。悪いのは全部地球軍なんだ。あんただってそれと戦うためにザフト軍に戻ってきたんでしょ。だったらもっとしっかりしてくださいよ。一時はアスランを認めつつあったシンだったが、キラやアークエンジェルと戦うのをためらう姿を見て再び不信感を強めていた。ミネルヴァには先の戦いで捕虜となったステラが収容されていた。彼女は例の研究所で生まれた強化兵士エクステンデッドだったのだ。ステラは衰弱しきっていたが、彼女を治す設備はザフトになかった。このままではステラは死ぬ。シンはステラを連れ出しネオを呼び出す。死なせたくないから返すんだ。だから絶対に約束してくれ。決して戦争とかモビルスーツとかそんな死ぬようなこととは絶対遠い。優しくて温かい世界へ彼女を返すって。約束するよ。軍規違反を犯したシン、そしてシンに協力していたレイは映像に入れられる。シンの心にはステラを連れ出す際レイの漏らした一言が残っていた。どんな命でも生きられるのなら生きたいだろう。